はい、どうも皆さん、こんばんは、ポッキーです。今回ですね、サブノーティカというゲームをやっていこうと思います。このゲームはね、まあ、サバイバルゲームなんですけど、海を舞台としたサバイバルゲームらしくて、まあ、僕はね、本当にたくさんのサバイバルゲームをやってきたんですけど、海を舞台にしたことはなかったので、まあ、海で何かを取ったことはありましたが、海を舞台にしたことはなかったので、非常にワクワクしております。そして海って怖いよね、やっぱ。水の中ってやっぱ呼吸できないじゃないですか、エラ呼吸じゃないと。だから怖さもあって、ちょっと頑張ってやっていこうと思います。ニューゲームでサバイバルモードで今回はプレイしていきたいと思います。やっていきましょう。おお、どうしたこれは一体大事故が起きてんぞ。早速、多分これあれだな、宇宙船内でタバコを吸おうとしたら導火線に火がついたみたいな、そういうパターンですね。何かキーを押すと続行します。やべえ、試されてるこれ。みんな普通にエンターとかクリックを押す人、ノー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 、全然全然ダメ。もうそんなんじゃダメ。僕はあえての K キーで始めます。よーし、多分何の意味もないですね今の流れ全部カットでもいいですね、本当に。何、おー、何、いきなり非常事態。何何、どうしたどうしたどうした、突然すぎる展開が。何、おー、何、脱出中みたいな感じか。あー、宇宙船が、うおー、え、一人？前にも一つ席空いてんのに。あの席に女の子がいたらテンション上がったのにな。やばいやばい、暴れてる暴れてる、何何、いって、あ、これもう絶対死んだわ。うん、今の鉄板当たって死なないやついるんですよ、知らないやつがここに。あ、でももう死にますね、これ火で燃えて。わーわーわー、何何、どうしたのどうしたのどうしたの、わかる、やるべきことわかってる、逃げるんだろ？分かってる分かってる分かってる。熱い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 、早く早く、どうやって登んのこれ。あっつ、マウスの左クリックで消火器を拾う。そっち、これかいふざけんなよ、右クリックで、あっ登るのかと思うだろう。おお、よかった。警告、脱出ポットシステムでエラー検出って。何これ、新型の iPad？お、なんか緊急モードで起動中、所持品、消火器だけだ、設計図、音声ログ。あの、日本語でお願いします、ナレーションさん、日本語でお願いしたいな、ちょっと。なんか食料をとりあえず集めないとやべえぞみたいなことを書いてあったんで、あのサイトに食料集めたいんですけど。なんか開いた。あ、これでなんか、物を作れたりするっぽいですね。例えば、この電子機器のパワーセルを作りたかった電池とシリコンゴムを持ってきたら作れるみたいな。そういう感じらしくて、飲料水も必要らしいね。食料は、なんか魚って言われたんですけど、どう調理するんだろうね。いまいちわかんないですね。今、所持品、この消火器だけっていうね。登ってみますか。うおー結構無事じゃねえか、お前。うん、空綺麗。空綺麗そう。おお、ちっか星。とりあえずどうしたらいいんだろう、海に、ぴょーん。初ダイブ。うわ、これ取れるっぽいぞ。これ何、このブルーベリーみたいな。あ、取れる取れる取れる。絶対食べたくないもの、これ。まあ、部品をとりあえず拾うのかな、よくわかんないけど、なんかあるよ。これ拾えないの、あ、拾えないね。クリックしても拾えないわ。やっぱ地球ではない感じかな、まあ、当たり前か。あんな星近くの、あ、捕まえた、わピーパーを捕まえたらしい、ピーパーを。これ食べれんのかな、ピーパー、ピーパー、おー、ピーパー、ピーパー、ピーパー、あれ消えた、ピーパー、あー、いたいた、よかった、ピーパー。ピーパーどうやって食べるんだい、これ。ここでアイテムを捨てることはできません。ちょっと待ってよ、ピーパー調理できるかな、これっぽい。調理、調理ピーパー来た。おお、うわ、かっこいい。やった、調理ピーパーした。なんで調理ピーパーって、お前。おお、ピーポーみたいな感じですね。これ食べれんのかな、あ、食べた。あ、そうするとこの緑のメーターが 70% に回復しましたね。はいはいはい、大まかな流れは大体わかりました。よし、ポッキーさん、素早い対応力、さすがサバイバルを数々と生き抜いてきた男。目的は何なんだろうね、あのでっかいあれを、直すのかな、もしかして。多分あれ修理するんですよね、多分。一
人でできるかな一人でやるレベルじゃねえな。ちょ、ピーパー以外の魚も捕まえたいんだけど、お前だ捕まえろ、え、捕まえた目が可愛い。なんだこいつ。で、あと、水のためには漂白剤って書いてあったけど、漂白剤を作るのにも多分何かが欲しいと思うんですよ。アイテムね。その漂白剤はどこで手に入るんだい？教えてくれ、俺に。塩漬けもできるんだ。じゃ、ピーパー塩漬け。あ、塩がない、塩が。そういうパターンね。待てよ。漂白剤どこだ？あった！塩。コモンコーラルサンプル。全然わかんねえ。塩？塩って何？海水をなんかする感じかな？あと海水なのかな、まず。待って、みんな夕方になってきた。え、これまさかこのゲーム、時間の感覚あるの？いや、あるか。サバイバルゲーム大体あるもんな。昼と夜の、あの感じ。夜は怖いな。ちょっとあんまり外出たくないんですけど。塩見つからなかったんだけど。塩ってどんな感じになるんだろう。うわ、完全に夜になってる。うわ、綺麗。いや、キモーい。あー、月が綺麗、みんな。月が綺麗ですね。もう暗黒だな、お前。絶対やべえやつ住んでんじゃん。で、ちょっと調べたんですが、塩はどうやら海底に散らばってるらしいですね。どれのことだろう、塩って。一体、何の声？あいつらの声か。今の？いや、違うよね。今の違うね。でもなんか一応塩がどっかにあるっぽい。何の声？何の声？笑ってんのか？あった！塩！ゲットした！あれか、塩。うわ、わかりにくい。ってか、結構探して1個見つかっただけだからな。かなり大変ですね、塩多分見つけんの。なんだ？おならか？おならしてんのか？何この黄色いの？おならこれ。やだやだやだ、そんなんやだ、そんなんやだ。おならとかやだ。え、おな、こっちでもおなら、ちょっと待って、おならとかやだ。漂白剤を作るには、なんかもう1個アイテムが必要らしくて、そのアイテムを取るのにナイフが欲しいらしいんですよ。だからとりあえず、まずナイフをあれ作らないといけないね。結構長い道のりですね。よし。個人用道具。このサバイバルナイフですね。シリコンゴムどこにあるんだろう。あ、待って。ろ過済み飲料水できる。ブラダフィッシュで。イェイ。え、なんかできた。あれ？なんか別の方法でできたっぽいね。消毒済みじゃない方。ろ過済みの方できましたね。マジか。これは、これ予想外。でも僕は、漂白済みの方を作りたいんですけど、コモンコーラルサンプル。これがね、なんかそのナイフを使って集めなきゃいけないらしいんですけど、ナイフの素材がね、全然わかんないんだけど。あ、チタニウムは作れますね。一個。もうでけえな、結構。おぉ、めっちゃ作れた。3つくらい作れましたね。でも、シリコンゴムがないね。シリコンゴムもどっかで作れ。これか。クリープワインシードクラスター。なんでそんな中二病っぽい名前なの？全然伝わってこないからね、何か。本当に。みんな、とりあえずね、ナイフの材料のやつ調べました。俺、どんどん調べるからね、こういう系は。で、これが、その問題のその中二病っぽいやつらしくて、いいところで酸素がない。いいところで、本当にいいところで、あ、でも綺麗だから許す。サマーウォーズみたいな感じだね。で、これがそれらしくて、これの種ということで、あの黄色いやつらしいですね。簡単でしたね。簡単に見つかった。よかった。やっぱなんか分かりやすいところにあんのかな？ OK、これこれ。さあ、ではシリコンゴム作れますね。よーし。おー、いい感じ。これで、ついについに、ナイフが、作れます！きたー！かっこいい、ナイフ。これどうやって持つんだろう。おー！おい、なんだその謎の、その謎の、私できますよアピールいらないから。何？緊急事態発生？何？何このカウント。なんかオーロラ号ってあれのことだよね。何？なんで巻き舌？うわ嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。え、待って、あれ俺今から修理するんじゃないの？終わった。俺の修理目標がだんだん壊れていく。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もっとね、いろんな道具を作っていこうと思います。
果たして僕はこの世界から脱出することができるのか、そして主人公は本当に脱出を望んでいるのか気になりますね。ではポッキーでした。また次回お会いしましょう。じゃあバイバイ。